12月11日日曜日、阿戸川公民館で琵琶湖源流の里生物多様性フォーラムが行われました。このフォーラムは豊かな自然環境がある高島市において生物多様性の保全とその持続可能な利用について考え知っていただくために開催されたもので、約170人が参加しました。フォーラムでは財団法人自然環境センターの小林光上級研究員と滋賀県立大学の2年高明副学長の基調講演の後、棚田保存会、高島有機農法研究会、浜分漁業協同組合の事例発表や討論会が行われました。会場からも質問や意見が飛び出すなど大いに盛り上がったフォーラムとなりました。